主はかつて私に仰せられた。混沌に満ちた世界をこの光で照らし導くようにと。ならば世界が闇に没しようとしている今、私は降り立ち示さねばならない。我が輝きをこの空と星の果てまでも。おや、あれは団長。おはようございます、団長。どうしたのですか、このような時間に。気配ですか。力を行使した覚えはないのですが、困りましたね。時に私は自覚なく人の心を乱してしまうことがあります。主が私を美しく作られたばかりに。ハロウィンの仮装でこの顔を隠せども、不思議と私は人々を魅了してしまい。失礼しました。何分このような存在なもので、時に人の感覚がわからず。ああ、実はこの海では日の出と日の入りの瞬間、ごくまれに太陽が緑色に輝くのだそうです。それを見た者には幸運が訪れ、願い事が叶うのだと聞いて、ぜひこの目で見たいと思いました。ええ、どうしても叶えたいことが一つ。しかし、今日は見られませんでした。残念な反面、嬉しいのです。
我が主が作りたもうた世界は核も美しく、そして私はここにある。例えようのない喜びです。特別でなくともそう思わせてくれる、それほどに美しい日の出でした。おや、団長もご覧になりたいですか？それでは特別に。ええ、一度日を沈めてあの朝日を団長にもお見せしたいと。日を沈めない方がいいのですか？ああ、日の出の時間がずれてしまうと、確かに困る方もいらっしゃいますね。それでは、元の位置に戻しましょう。これも良くないのでしょうか。すみません。やはり難しいものですね。他者の感じることを推し量るというのは。なるほど。緑色に輝く太陽を見られなかった理由がわかりました。私の願いは、たやすく叶うものではないという、主のおぼし召しなのでしょう。さあ、そろそろ戻りましょうか。今朝は風が少し冷たいですからね。あ、悩みが顔に出ていましたか？悲観しているわけではありませんよ。私も成長し、変化すべき時が来たと理解できたのですから。そして、成長のしるべとなる方は、こうして目の前にいる。ええ、あなたです、団長。なんと恵まれたことか。この試練、必ず乗り越えてみせます。さて、私の成長のためにも、まずは。まずは、サンちゃんのお手伝いをしなければ。おはようございます、サンちゃん。
屋台のお手伝いをさせてもらっても？いらん。まあそう言わず、力仕事も雑用もさんちゃんに必要なことは何でもやりますよ。その顔で雑用だと？貴様どこまで父兄を重ねる気だ。これまたとんでもねえ数のお客が来てんな。張り切ってお迎えしないといけませんね。ご注文はお決まりですか？あなたの連絡先を。あいにく私の居場所はここだけ。ぜひまたご来店ください。お飲み物はいかがですか？おすすめは？メニューにあるものすべて頼む！限界まで飲ませていただきます！ありがとうございます。しかし、ご無理はなさらぬよう。ねえ、あのお店は混んでるからやめておかんな。え？おや、休憩場所をお探しですか？はい。注文お願いします。リンゴとみかんのミックス2杯追加だってさ。ああ。すいません。あとリンゴ3杯とパイン2杯とみかんとぶどうと。このままじゃやばくねえか？飲み物のストック切れそうだし、とてもじゃねえけど間に合わねえ。もう店じまいだって言ってんのに、少し目離したら列がドバーッと増えててよ。うん、デザート用の果物をありったけ持ってきてくれ。おう。さて、お待たせした。ミックス、リンゴとみかんだ。すごーい！今の、どうやったんですか？企業秘密だ。
思議。店長さんもかっこいいし、とっても楽しいお店ね。ね、最初はあのウェイターさん目当てで来たけど。サンちゃん、グラスを下げてきました。ああ、他に何かご入り用であれば。なんて美しいお顔。グラスもカップも足りん。奥で食器洗いを。ええ、わかりました。終わりましたよ、サンちゃん。な、汚れを消し去るだけのことですから、そう時間はかかりません。サンちゃん、次は何をしましょう。厨房の掃除を。ええ。はい、終わりました。サンちゃん、次は何を。厨房で米粒の数でも数えていろ。ああ、それなら確か341万。もういい。とにかく貴様は表に出るな。おや、なぜです。人間たちがあのお方の顔を表するなど不敬だ。なるほど、わかりました。それでは私は姿を見せず、今日は厨房作業に徹しましょう。なぜ奴は。ルシオさん、今度は私がサーブです。ええ、いつでもどうぞ。へい。なかなか鋭いボールですね。つい力が入りすぎてしまいました。サンちゃんもどうです。海岸のレジャーに興じてみては。貴様の顔面を狙いかねん。自重しておく。なるほど、ビーチバレーはお好きではないと。
それでは私がサーブを。とう。不敬だ。サンちゃん、団長たちが泳ぎに出るそうですが、一緒にいかがです？な、勝手に行けばいいだろう。俺はもう少し木陰にいる。なるほど。では、木陰を探して釣りなどどうでしょう？豆の調達など、昼間のうちに済ませておきたいこともある。ふむ。それでは、夜の硬貨大会などは？コーヒーの入れ方を研究したい。お忙しいのですね、サンちゃんは。それほどまでに情熱を傾けるコーヒー。いつか私もご馳走に預かりたいものです。おや、なぜ俺に構う？それは、それもあの方のお顔で、このようにチャラチャラと。いえ、私はサンちゃんと。なぜ貴様は？すみません。少し焦りすぎてしまったようです。時間を置いて、またお互いに心が落ち着いた頃に、もう一度お話しさせてください。私は決して、あなたを怒らせたいわけではなかったのです。では。難しいものですね。どうしたらよいものか。うん。これで在庫は問題ないか。うん？何かと思えば、夕焼けが妙に赤い。はあ、あ、何をしている？夕焼けの赤さに見とれていて。あのお方の顔でそのような表情をするな。これは失礼を。私はなかなかにうまくことを運べずにいるもので、悩みが尽きないのです。私も本音を言えば、あなたにそんな顔をさせたくない。しかしあなたはどんな青少獣より強い力を持ちながら、心は人のように繊細で、これ以上あなたを傷つけないよう考えたつもりが、かえって裏目に出てしまいました。
何を今更、同じ顔をしながら、雑用だの遊びだのと、ルシフェル様のしないようなことばかり。ええ。私はルシオであって、ルシフェルさんではないですから。生来、この容姿は、人々の争いの種となりました。あなたを苦しめさえもした。すべて本意ではありません。私が受けるべき試練としてくだされた、主の御心なのでしょう。この顔を変えてしまえば、あなたの胸の痛みは晴れるのかもしれません。しかし主は、私をこのように作られた。それを覆すのは、私には過ぎた不敬です。では、主の試練をどう乗り越えるか。サンちゃんとお友達になるしか、方法が見つかりませんでした。お友達だと？ええ、ルシオとして。ルシフェルさんのまがいもののように思われるのも、申し訳なくて。あ、夕日が緑色に輝いた。あれを見た者には幸運が訪れるそうですよ。こうも美しいとは。神秘と奇跡にあふれたこの世界、あなたが愛し守り抜いたものはあまりに美しい。それは、それが他がためであろうとです。この世界は他がためとなく、あるべくしてあるように思います。しかし、どれほど美しくとも、いずれまた滅びが訪れるでしょう。源は大いなる魔か、主の御心か。滅びを止めるには、私とあなた、互いの力が必要となるはず。その時に、おのずと手を取り合えればと思いまして。そうか。少し考える時間が欲しい。ええ。願わくは、いずれ、良きお返事を。サンちゃん、これは？見ればわかるだろう。コーヒーだ。飲め。入れ方を変えてみたが、試飲させる相手がいない。それだけだ。それでは、遠慮なく、いただきます。はあ、かぐわしい。このためにどれほど多くの時間と努力を費やしたのでしょう。緑色の夕日は確かに幸運をくれました。サンちゃんが心を込めたからこそ、この香りに至ったのだと感じることができたのですから。
そうか。いずれ、また試飲させてください。サンちゃんが見出した道の果てを、ぜひ見たいものです。ああ、一節浮かんできました。我は見たり、芽生え、そして青々と伸びゆく様を。日の祝福は暖かに、萌えよ育てよ。なんだそれは、貴様もポエムをたしなむのか。いえ、味の感想代わりに、以前演じた劇の一節を。そうか。ところで、サンちゃん。なんだ？サンちゃんは、ポエムをたしなまれるのですか？さあ。なるほど。書き溜めたポエムは、そのポケットの中の手帳に。ちょっと読ませていただいても。断る。そう言わず、素敵だと思いますよ。羽は白く。読んだのか、貴様。いいえ、そんなことはしませんよ。漠然と感じ取ったと言いますか。アインソフオール！なんだ今の音は。魔物か何かが。思っていた以上に、サンちゃんはテレヤさんですね。こしゃくな。何やってんだあいつら。サンダルフォンさんが出した光をルシオさんが涼しい顔で受け流してますね。いいじゃないですか、ポエムくらい。貴様になど絶対に見せん。でも何なんだろうな、本当は仲良かったのか、あの二人。喧嘩するほど仲がいいって言いますもんね。やはり貴様気に食わん。いじらしいものです。むずかる孫を見るような。黙れ。